今度は衣装を変えて出てきました。今カメラマン席の方へ向かってちょっとポーズを取りました。一緒に踊らないか、一緒に踊らないかって言ってるんですかね。観客席呼んでますね。踊ろうよ踊ろうよと言って、もう曲が始まった。ツイストアゲイン。曲が始まる前のあれももうすでに五十嵐さん演技始まってたってことなんでしょうかね。まあそうですね。でもやっぱりああいう演技はなかなかね日本人にはできませんよね。ビクトール・ペトレンコ22歳、4年前のカルガリーはブロンズメダルでした。しかしこのアルベールビルオリンピック堂々のゴールドメダル。もう一つ世界の頂点に2位と勝てませんでしたが、ついに掴んだ頂点です。場内はもっと見たいというこの歓声です。今度は何でしょうか。ションという2回続けて飛べるだけ正確なジャンプなんですね、彼にとってね。これでまたファンの数が倍増しそうなビクトール・ペトレンコです。
独の表現力、そして力強さが加わったスケールの大きい演技が売り物になってきました、ビクトール・ペトレンコ。オリンピックのゴールドメダリストが即席のペアを組みました。さすがにあのリフトとかそういうものはありませんが、いやしかしよく合いますね。スケーティングをしたりとかジャンプをしたりとか、あのそういうところで合わせるのって意外とできるんですけれども、だって踊るとね、ものすごくその差が普通ははっきりしちゃうんですけれども、二人とも本当によく踊れますね。それだけ力持ってんですね、はい、かつての、まあ、ソビエトがから独立した国家が参加する今年の大会、初めてのオリンピックですがウクライナの2人、ビクトール・ペトレンコの応援を見てオクサーナ・バイウルのステージ終わりました。